ちょっとそこのお嬢ちゃん。そんな警戒しないでくれよ。俺は五郎。見ての通り遊び人ってやつさ。そう。毎日遊んで楽しく過ごす。気まま暮らしってやつだよ。で、お嬢ちゃんはこれからどこかに行くのかい？よかったら俺と遊びに行かないか。ああ。俺、別に生まれも育ちも京の都ってわけじゃないけど。毎日遊び歩いてるから、それなりにこの都には詳しいぜ。よう、これからどっかに行くのかい？武家町？そこに用があるのかい？よし。散歩がてら俺が一緒に行ってやろう。遠慮はいらないよ。どうせ暇だしね。そうかい？のんびり話でもしながら歩くのも悪くないと思ったんだけどね。あんたがそう言うんなら仕方ないか。いいかい？道を教えるよ。この大手筋をひたすらまっすぐ進んで突き当たったら、右に曲がるんだ。しばらく道なりに進んで辺りが武家屋敷だらけになったら、もうそこは武家町だ。おいおい、五郎様なんてやめてくれよ。俺はそんな身分じゃないからね。まさかお嬢ちゃんに呼び捨てにされるとは思わなかったよ。いや、驚いた。てっきり無難にさん付けでもするものだと思っていたからさ。でも、これはこれで悪くない。むしろ新鮮でいいじゃないか。五郎でも俺は構わないけどね。そう拗ねなくてもいいじゃないか。俺は呼び捨てにされて少し嬉しかったんだよ。お嬢ちゃんは真面目そうだし、そういう人は親しい間柄の人間しか呼び捨てにしないだろ。
初対面の俺に少しでも親しみを持ってくれたってことなら嬉しいんだけどね。でもあまりお嬢ちゃんを困らせるのも良くないか。五郎さんって呼んでくれていいよ。それでいいんだ。俺はいつもだいたいこの辺りで遊んでるから、何かわからないことや困ったことがあったら来るといい。ところで今更なんだが、お嬢ちゃんの名前は何て言うんだい？そんなに驚くことでもないだろう。そこまで悩まれるとは思わなかったよ。ま、俺がうさんくさいやつだってことは自分でも認めるさ。でもね、さっきお嬢ちゃんがわざとぶつかった男の同類じゃないことだけは確かさ。それだけは信じてほしいね。もちろん、あんな輩は今日の町には腐るほどいるからね。それにしてもお嬢ちゃん、あんた見事だったね。あのぶつかった一瞬で男の懐から奪われた銭袋を抜き取る。そんじょそこらの娘さんにできる芸当じゃないよ。一体どこであんな技を身につけたんだい？いとこ？そりゃまたすごいいとこだね。スリを生業としているのかい？趣味？ああ、奇術とか大道芸みたいなものかな？へえ、そいつはすごいね。それでお嬢ちゃんは、スリの被害から一人の娘さんを守ったんだからね。なかなか面白いお嬢ちゃんだったね。